どうも、宮です。なんでそんな元気ないですか。いやどうもアンソニーです。花粉がね、僕の喉と鼻を苦しめてるんですよ。いや、びっくりしたな今の。はい、申し訳ないです。大丈夫です。まあね、今日は僕ちょっとデッキを持ってきました。はい、はい、こっちです。ダン、あ、モグラピザロ大会で使ったやつ。そうです、あの金曜日に、はい、ゲームアイのトシさんが開催してる、はい、フライデーナイトカップでしたっけ、うん、っていう大会を毎週開いていただいてるんですけど、はい、ちょっとなんか気が向いたので、おー、なるほど、大会初めてだったんですけど、もちろん BO3 ってことで楽しみだなと思って参加してみたら、はい、なんか意外と勝てて、そうですね、はい、3位ぐらいまで、3位までいけたんですよ。でその時に使ってたデッキがこれか、これなんです。まあ相方トルネコだったんですけど、うん、やっぱりね、ランクマッチ向けではないのかもしれないけど、スピードが、なんだろう、なんかランクマッチだとそこまで勝率いいなとは思えないんですよ。ああ、なるほど、はい。まあ、大会にピサロは安定ですからね。ピサロ結構安定感ありました。もう非常に強いなって思いながら回せたんで、はい、やっぱりその漆黒の世界とか、うん、モグラとかが、あのテンポゼシカとか、ごめん、テンポゼシカにモグラで強くて、漆黒の世界であのトルネコに強い、うん、っていうところって、まあ使い方次第ではランクでも全然なんか、まあ、うん、数枚入れ替えたりすれば、そうですね、使いやすそうでありますけどね。はい、まあ、今日はねこれを使っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。それでは行きましょう。ガッ、梅屋ゲームズ。はい、相手ゼシカですね。ゼシカか、マルティナ、オーレン返します。クモツ、使い魔、やっぱりそこら辺を狙っていきたい。そうですね、残念。まあまあまあいいでしょう。アグロ相手でもね、うん、やっぱりあの落ち着いて対応すれば勝てるデッキだと思うんですよ、うん、進化の秘宝が入ってる分。あとはなんだっけ、テンポっぽいな。テンポっぽいですね。アグロであっても1コストが出ないのはマジでラッキー。ここテンションにしましょうか。ですね、はい、ここテンションで次のターン大ガラステンションスキル打って、うん、相手に火球を使わせてからの、なんだ、おっと、これおもろいな。マイターン、あれ、これマイターン1ダメージでしたっけ。あ、テンションリンクか。はい、04、どうしよう、あれ地味に。いや、アグレメタルで当たった方が良くない。アグレメタルだったら相手のダメージ反撃受けないよね、うん。ただこれ次のターン手札使われるとゴンズ出せないんですよね。大ガラステンションかな。うん、それと次のターンはぐれのためメラゴスト一応取れるのか。はい、場所ミスりました。螺旋打ちケアしてね。テンポ一つ目ピエロ初めて見たんですけど、俺珍しいですよね。ミネラ悪魔と間違えて入れちゃってるんですけど。見た目似てますからね。確かに全然強くなくない。俺強くないと思います。これゴンズいっていいっすか。うん、いいです。いくなら今だよね、うん、今のうちに出しましょう。おれ、それ殴っときますか、うん。この46ってセダスやっぱ優秀だよね。いや、マジで強い。4コス46、まあ、しかも実質テンション上げてるんで3コストみたいなもんですから、うん、非常に強力。さあ、マリコの息吹、こうなってくるとこっちの方がもうテンポ取りまくりですよ。地味にあの大ガラスがいじめられてるのがね、かわいそうなんで、ね、1点ずつ吸収していきますね。はい、まあここははぐれメタルいきます。いや、いいな、顔に4点入れるのでかいな。でかいですね。テンション上げて顔で強っ、よいしょ、バッコーン。マナ加速してなくてもやっぱシンプルに強いですね。強いですね。やっぱその46、お尻が6あるんで、うん、まあ、テンションスキルを打った後に出せばメラミと一緒に取られることも少ない、うん、でテンションスキルプラスメラミとかでやっぱ綺麗に取らないと、まあ、6っていうのは嫌だよね。メラ5なんかメラゾーマプラス0コストとか正直使いたくないじゃないですか。リソース命ですからね、うん、おっと、打たないですね相手。7点入りますよ。どうしようかな。まあこれテンション上げてベビーパン出してっていろいろしてたら結局でも
イオ飛んできそうですね。イオ飛んできそうだよね。このまま3体キープで殴ってもいい気もしますけどね。とりあえず顔面笑い袋ぐらい投げても良さそうな気がするね。あ、そうですね、笑い袋投げて良さそうですね。どこに投げるかですね。ゴンズの裏、ゴンズの裏か、ハグメタの前、ハグメタの前だとハグレメタルと一緒に確定で当てられる、まあ、どっちにしてもハグレメタル選ばれたら確定で当てられるのか、ね、螺旋打ちは、うん、螺旋系はちょっとできない状態なんで、なんでハグメタを守る動きかなと思った。イオが来た時の、確かに、うん、悪くないですね。とりあえずキープでいい気もしますけどね。次のターンバコバコと出してもいいしね。はい、次イオ来なかったら、いや来るでしょ、さすがに妖術師来るでしょ。祈祷しいようだね。祈祷しいよ、来ましたね。いや、よかった。ここでベビーパンたちを犠牲にせずに済みましたね。確かに。で、テンションスキルと笑い袋で取ってくると。こうなっても、祈祷して処理しないとまずいです。まだモグラ使えないんで。そうっすね。ベビーパン取っておいてもいいかもっすね。ベビーパンさん、モグラと一緒に使った方が、なんか強そうな気がします。うん、おいやー。これ一応当たっといて、うん、使えまベビー、使えまテンションで、テンション打ちますか、うん、テンション打っていて、ベビーパンテンション、いやベビーパン出しますかね。2枚とも取ってきます。結局1枚しか一緒には使えないから、そうだね、出しますか、はい、出しますか、出してますか。はい、これでテンポでしかね、まあ、これまたイオ打たれたらもう結構厳しいですけど、テンポ寿司のデッキレシピ忙しくないですか。めちゃくちゃ変わりますやん。変わりますね。流行り廃りがすごい。うん、人押しとかに入ってなかったっすよ、ね。いや、まあ最初は入ってなかったけど、やっぱだんだん盤面作るやつ、いやもう結構前から人押しは流行ってました。トルネコばっか当たるんですけど。トルネコばっか当たる？はい。僕はあの先行レカ剣で、そっかそっか、もみじこそずっと戻してます。いや、強えな、マジで。一つ目、ピエロと大違いですね。そうですね。この強さ。でもよかったですね、これ、漆黒の世界の刺さり具合がえげつないですよ。そうただ、ちょっとライフがやばいです、ね。ちょっとやめて。それ以上。メラゾーマ、メラゾーマ、メラで。あ、でももうメラ2枚打った。いや、まあ、漆黒の世界打ちます。はい。漆黒の世界、ここで、テンション打って外骨どこ打てんの、左下だった、はい、右下に打たせます。 OK、 OK、 いや、そうね。いや、なんか勝手に手が離れるというか、勝手になんか発動しちゃう時があって、今4-1なんで、モグラさんが強っ。いや、これ取れますよ、多分モグラで、モグラで取れる。3-3出ろ、取りま5-5だ。いや、でも取れますから、それはい、モグラちゃんが、モグラ強すぎるだろ。ってことでこれワンチャンスリーサルとかないっすよね。リーサルはなさそうじゃない、ないっすかね。うん、ないか。いきます、ポン。これどう見ても見た目があのいたずらモグラの話しますよ、これ。いたずらモグラだから。だってかわいいじゃん。いや、強っ。これでビーパード出して、あ、これベビーパン出すと、でもメラゴース、あ、やばい、これなんで、あ、2体取りますもん、取るしかないでしょ。あ、そうっすけど、はい。うわ、もったいねえな。そう、全然俺いいと思うんですけど、そのためのなんか、あと1コストあったら取れたじゃないですか、メラゴースと。あ、いや、素晴らしい。でも10コストあるからね。まあまあ、そうっすね。まあ、ゾーマがね、やっぱね、出す暇ないんだよね、最近の環境だと。確かに盤面処理に回っちゃいますもんね。うん、ネルゲルがちょうどいいぐらいありますよね。うん、メラゾーマ、メラゾーマ来た。でも顔に来なかっただけ、これでネルゲル出せるんで。え、ネルゲル出すのかな。え、取りますか、オーレンで。怖くないですか、オーレン。テンションベビーパン殴り、それしかすることない。怖いよね、でも実際にあの4点残しとくの、うん、若干のビビりがあるんですけど、僕的に。
何が言いやすかね。メラミと使い終わってメラゾーム1目使ってメラももう打ちましたよね。さっきなんか一つ目ピエロじゃなくて、そう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 使い、あのあれ何なんだろうな、あの手札気になりすぎて夜も眠れないわ俺これメラゾーンは1枚ぐらいありそうな気もしますけどね。テンションは使うかどうか迷うんですよ。これ進化の火を吹いた時に回復できるから、うん、とりあえずドリスかネルギル出せる必要、いやでも出さないとな、ベロニカとか来た時もう終わりな気がするんですよね、うん、出してビビらせますか、いきますか、いきましょう。妖術師のこと考えてテンションで使っておきますよ、うん、この一手重いな。メロゴス出していい？いいと思います。出していいよね。はい。ここによ一応前を置いて、どっちに打つかだな。顔面じゃ。顔面でいいか。いや、これ祈祷師じゃないですか。祈祷師だったら普通にこのメラゴス上から取れないんですよ。これでかなりいい形のあの盤面が並ぶというか。ここ。よいしょい、サンサン下手くそやばいよ俺。ああサンサン出るのなら投手だったな、メラゴースト。そうなんですよ、5号の予定でした。俺サンサンな気がしちゃってサンサンしか出せねえからいつも再越しきた。ここはメラゴーストが吸収してくれるでしょう。ほらナイス出しててよかった。メラゴーストね、出しててよかったメラゴースト。いやまあ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 、これでリソース吐かせて、うまい顔面来る？あたぼう、うわ。結構でも相打ち取ってけ、この分じゃ。迷ってますね。すごい。いや顔面行きたい気持ちもわかるけどね。お、一点なんか引け。一点。メラゴースト。一点引けば勝ちやな。頼むワンドロー。何にするか。いやでも一点出すのもメラゴーストしかないでしょ。ちょっと待って。じゃあこれとりあえず当たって2体一緒に取れるわけだから、あじゃあ取れないんじゃん、どっちか取れないじゃんこれ。あオーレンは出せばいいのか。はい、メラゴソ、いや出せねえ。いやでも多分顔面に飛ばせる打点はないと思うんで、とりあえず安心して盤面処理をしておくべきだと思います。そうだよね、だからまあオーレンで2-2取って、はい、いやでもどっちも取った方がよくないこれ。オーレンで妖術師下げて、その方がいいか。どうやって、でネルゲルで殴って、そうすれば平気なのか。ここ相打ちだからとりあえず、うんだよね、ここ相打ちだよね。はい、でうん、そうっすね、もうそれしかない。このあでもそれで生きるんか。生きる生きる、強最強じゃん。いや、いい勝負しすぎ。でもこれでメラゾーンが引かれてたらもう終わりだから。ゴーゴー頼む。いや、オークキングだったんかな。いや、メラゾーンはあったなら、まあ、トップでね。あ、テンションか。危ない。やめて。いや、まだ危ない。9分の1の確率で死亡。これは早くね。あ、ネルゲルに打った、ネルゲルに打った。ネルゲルに打った。なんかこの先にあのピッてやつ見るやつですね。敵の指の動きを。そうあの。オレンジ色に光ったところ。え、マジであと1点。頼む。なんか引け。おい！いやいやいや。いや、オークキングあるから、まだ平気なのよ。9点まで回復できるから、メラミ使ってるし。盤面。はい。盤面取ります。で次のターン進化の秘宝でほぼ勝ち。いや勝ちでしょこれ。よし、負け方教えて逆に。危ねえ、大丈夫だろう、絶対勝つこれは。頼むぞ。やめてくれ、10点ぴったりだから。これメラゾーンも入ってくれるんだったら俺の勝ちだし、でも何あっても勝ちだと思いますよ。さすがにね、メラガイア、うん、メラゴーストぐらいでしょ。よし勝利、強っ。意外にね、まあ、僕もねびっくりしてるんですよ、大会であんだけ勝てたのが。ああなるほど、はい、もう一戦いきますか。行きましょう。はい、ジェシカ、ジェシカ多いっすね。ジェシカ多いね。あぐれめたらどうしようかな、返しますか。うん、
石こすが引きたい。重っ。重いね。全てを無。多いな。テンポだったらゴンズが刺さりますけど。そうっすね。またテンポか。うん。さっきもテンポでしょ。はい。何にするか。くー、まあ、いや起きたくないけどな。そうっすね。起きたら絶対下級飛んできますね。打たせてもいいんですけどね、ゴンズのために。ああ、なるほど。でもここで打たせるのはちょっとおかしいか。攻めた相手のユニットが見たい。まあまあまあ、ここなら。で、骸骨供物。そうですね、ここ骸骨供物打って、で、テンションスキルも打って、そこに火球打たせますか。よいしょ。闇への供物。オッケー。いいよ。次、ゴンズ打てる。あとは問題はこの供物2枚目をどこで使うかですね。うん。グレンの炎で焼き尽くしてあげる。サラナイトが吸収してくれたら、まあさすがに打ってくるでしょう。はい、いい感じに手札が溜まってますけど、相手は。そうですね。まあさすがにゴンズは取れないでしょう。これが攻撃力1あったら、まあ、メラゾマと一緒に取られちゃうんですけど、まあこれ0なんで多分相手は綺麗には取れないはずです。まあメラゾマプラスメラとか吐いて、まあ、リソースそこで吐いてくれるんだったら全然いいですし、うん、非常にいい流れではあるかなと思いますが、次はライブクロ供物見えてますかね。かな。でもオークキング出した方がいい気がするんですけどね。この段階で早めに並べといた方がいい気がするんですよ。うん、笑い袋オークキングなのかなって僕は思ったり、普通に笑い袋テンションも、じゃあ笑いウォークキング、フェイスですか、とりあえず。こう考えるとあれっすね、マルティナとかありっすね。マルティナ笑い袋に打ちます、もったいないか。まあでもマルティナにメラゾーマとかを意識を集中させてゴンズを生かすっていうのもありっすね。うん、せっかく46が無傷のまま残ったんで、何か別のでかいデカ物を並べてあげるのも、やっぱ6っていう体力が結構優秀じゃないですか。うん、あそこなんか美味しくね、ひたすらゴンゼ殴り続けて勝てることもワンチャンスあるかもしれないです。この笑い袋でも取りたくない、うん、1の方笑い袋で殴ってオークキングで回復か、それやってみます。ゴンズ殴ります、もったいないけど、ね、いやそれはもったいないと思う。ゴンズ顔面いきたいもんね。ゴンズは顔面でいいんじゃないですか、別に。ゴンズ顔面いきますか、はい、よいしょ、トーンと。で、笑い袋クモッツでドロー見るか、マルティナ打つか。重いな。笑い袋クモッツに2ドローできるんで、ワンチャンスも。笑い袋クモッツいきましょう。で、次のターン、ここでメラゾーマ打たして、そのターン、次にネルゲル。ネルゲルですね。闇へのクモッツ。テンションを見て。テンションスキルも打ちますよ。大型がすごい。よいしょ。まあ、ここまで大型揃えば、一体ずつ出してれば相手のリソース吐かせれそうですけどね。うん。いやゴンズ本当強いな。ゴンズはテンポゼシカとはトルネコに対してやっぱ非常に強い。トルネコ側だとある程度は対策できるんだけど、テンポ側だとねやっぱり。無理ですもんね。うん、無理、まあ無理ではないけど、リソースかなり重要なデッキだから。はい、ここメラゾーン打ってくれると、でテンション打ってエンドでしょ。これでかい、でかいね。でこれネルゲルもうかっ飛ばしますから。ライノスキングで一回見てもいいですけどね。ネルゲルよりライノスキング上で一回よ。いやーどうしよう、なんか下級あるからワンチャンスネルゲル取られないかな。取られないか。いや取られたとしてもじゃない、妖術師大丈夫か。さすがに大丈夫か、うん、ここ2体並んだ方が強くない。まあそうっすね。これで5-5出ればもう文句なし。なし。ドゥーン。そっか、相手まだ6コスか。これでよいしょい。これいけるぞ。皆さん聞いてください。この人俺にこの間、班長これのやり方教えてって言ってきましたやらないんだよ俺。ならねえんだよ。ずっと横で。
どうやってやるんって鳴らねえんだもん、ね、仕方ねえだろ、どうやって鳴らしてんねん。出てきましたけど、これ大丈夫そうですね。まあ余裕でしょ。シャドウメラが4枚全部あれば怖いけど、いやいや、これ多分早読みメラミで取ってくると思うけど。あ、そっか、早読みやった、うん、そういう変なとこ当てんねよ。OKOKOK、 それめちゃくちゃ相手からしたら美味しくないやつや。確かに最初にやるとき早読みから打たんだな。あ、欲張った、うまっ、そう、うまおだな、それは。まあでも5-2、欲張ってこれメラとか顔に飛ばしてきますから。ヒャド笑い袋に言って、ヒャド笑い袋に言って、おここはどうしよう。鳥か、大きい目で回復して鳥、普通に取れるけどね、オーレンとかで。まあそうっすね。いや、あ、そっか、オーレン出したらもうすることはハグメタテンションか。ウォッキングでもあれか、でもハグメタテンションか。うん、いいんじゃない、ハグレメタルで。ここはオーレン、オーレンでいいよな。でしょ、でこれで OK、 8点、8点じゃねえ、3点か。パン、モグラ、モグラ、モグラね、今ね3まで育ってるんで、あんだけ吐いてこのターン返せるかって言われたら多分返せないんじゃないかな、うん、もうバラモス用だけ次のターンから警戒しなきゃいけないから。そうですね、もう次のターンから、どうしようかな、シドじゃライオンスキングドンモグラとかそこら辺出しておきたいけど、うん、相手は引きに行ってますね。イオまだ打ってないから怖いよね。ただ早読みは1枚使ってるんで、早読みこのターン使ってくれれば次のターンバラモスイオはない。来そう、現実シオは来そうだね。なんだメラミか、早読み来るか、メラ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 ミ、早読みは1枚ずつ使いました。早読み使ったのか、どうなるか。9点でしょ、惜しいけどねこれ取りでいきます。4、7、9、10、13か、そう取ります。はい、さすがにここは家を警戒して、はい、バラモス用だけマジで警戒しないといけないと思うんで、これライノスいいんじゃないですか。ライノスいいと思います。ライノスキング相変わらずでかいよね、はい、強いよね。まあ、でかさで言ったらこいつが強いんだけど、ドンモグラのサイズ感ビビるな。こんなこんな、俺最初初めてあの盤面で見た時びっくりしましたからね。でかすぎやろっつって。はぐれメタルちっちゃくて可愛いんだよね。うん、色がなんかあれだよね。でも戻りましたよね。そう、良くなった。そう、良くなったよね。これこそはぐれメタルの色なんですよ。なんかもともとほら紫だったから。そうそうそう。これ勝ちか。勝った。よし、テンポ2連勝。いや強い。はい。ありがとうございます。はい、というわけでどうですか。いや、テンポ2連勝できれば。だってこの環境十分余裕で戦っていけるでしょ。テンポ多いからね、本当に。テンポでしかトルネコしか本当当たんないぐらいの環境なんで、正直。確かに確かに。いや強い。そう、トルネコ相手も、まあ、漆黒の世界とか入ってるんで、うん、普通に戦えたり、まあ、大会の時なんかはピサロミラーが多かったっす。ああ、まあ大会はね、うん、大会はやっぱピサロミラーと、はい、あとテンポでしかがトルネコが絡んでくるっていう感じで、うん、ピサロトルネコ、ピサロでしか、うん、どっちかが多かったかな。でどっちにもあのピサロは結構抜けて頑張ってくれてたんで、うん、非常にあの強い BO3 とかと非常に強いリーダーなのかなと思います。まあ、そうですね。はい、なのでぜひぜひ皆さんもねモグラピサロ使ってみてはいかがでしょうか。というわけでご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。